なになになに、飲めないだろう。飲めないって飲める。見せてる、これ、うん、いや、1個で1個で1個で、いや、飲めないだろ。これ開けてみ、開けてほしいんだ。いや、自分は開けるみたいな言い方。なにこれ、これいいじゃん。それは何、リンゴ酒、酒なのかな、アルコールは、はい、はい、いや、ちょっと待って、読んでる今。どうも皆さん、こんにちは。アコノワール。いや、これちょっとさ、見せて、字下手すぎて読めない。英語？いや、字下手。それただのレモネードっぽくない？っぽいね。貸してみ？アルコール入ってなさそう。ね、これ。なんかよくわからんけど。それ何？わかし。シガール。うわぁ、ジョイ・ルマンドみたいな。ルマンドの、ルマンドのお兄ちゃん。お兄ちゃんかも。うん、マジでルマンドのお兄ちゃん。あ、これ炭酸あるのに俺めちゃめちゃ振っちゃったわ。炭酸飲んだ夢じゃん、もんなんかも。炭酸別に嫌いだけど、飲むの。こうやると炭酸なくなる、知ってる？知らない。ないでしょ。うまっ、うん、こうやってやると、うん、この時めちゃめちゃ振ったじゃん。振ってたね。マジか、いくよ、うん。やばいやばいやばい。開ける前からダメで上がる。上り上がってくる炭酸が手に取るように分かったの。あれ、いやでも本当になんだよ。ちょっとコップで注ぐ音を聞かすか。いきます、君たちに注ぎます。ご指名ありがとうございます。クズワと申します。そしたら、こちら注がせていただきます。お前怖い。ありがとうございます。美味しかったよ、それ。姫じゃこちらいただきたいと思います。いや、炭酸強えよ、姫。そんなことないか、でも。強っ。強いし、レモンだし。そりゃそう。レモンドロってなるよね。うん、クエン酸が体中よいしょ駆け巡るのかな。はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、キャノワルです。こんにちは、姫。今日はですね、お泊まりです。お泊まりして遊んでます。うまいね。レモン好き？嫌いなんで、レモン自体は、うん、レモン系の商品は好きなんだよ。あ、その酸っぱさがいいみたいな。うん、なんかポッカレモンとか好きなんだ。あー、いいね。ポッカレモン、それレモンエキスじゃない？ポッカレモン、バニラエッセンスとポッカレモン、どっちが好き？ポッカエキス。あー、ポッカレモンなんだ。